はい、どうも、あしもらです。今回も解消候群続きやっていきましょう。これさ、てっきりさ、3つ目来たら見つからんかなって思ったよね、流れ的に。ゲームあるあるってそうやんか、こういうホラー系って。ギリギリまで見つかって、まあ、やっぱ見つからんかった、セーフやねって、まさかの同室。逃げましょう、逃げましょう。しかもこれ早いん、笑ってるし。向こうあったよね、右に。っていうことは他にもあるはずやから、いろいろ探して、うんよ、ふん。なんか動画始まってずっとトイレって嫌やな。もうちょい早終わらして、次は出たらもうすぐ右に行こう。ロッカーがあったけん。ロッカーでどうやって助かるんやろ。隠れるってやつなんかな。やっとしたらさ、バレてしまうくない？だって見られとるもん。いけ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 。一回右行くわ。一回ロッカーがどうなるんかを見てみたい。え？ロッカーの中からなんか取ったって感じなんかな。あ、まだ届いて、まだ届いて。長いて、長いて。どうしよう、どこ行こうかな。で、とりあえず、ああ、動かへん、動かへんの。あったあった、なんか電話ある、電話。電話ある。ほら、ほら、力持ち、見てて。え、ぐしゃって言わんかった。ぐろぐろやった、今。ぐしゃん言うたよ。これで追いかけて、こん、来るね。とりあえず行けるとこ行こう。あっちやる、ち。この辺来たことあるっけ。あ、いかん。いか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 ん、急に止まる、みこと。じゃーん、早い。あ、ゴミ箱ある、ゴミ箱、ゴミ箱ある、ゴミ箱。これ、そろそろ終わらんと。3回目で、これ。しつこいなぁ。ピエロしつこいなぁ。まだ続く。長い、長いて、長いて。やばい、やばい、やばい。これ、4回目。おいで。これ結構しつこいよ。うん。なに、コーンって。セーブ。やっと進んだ。もうなんなん、もうええ加減してほしいわ。もう迷子やし。何がどこにあるかも忘れたし、もう、ここにもあったよね。あなたは逃げられません。あ。ここも開かない。なんかあそこ赤いのついてる。赤のルームキーみたいないるんかもしれんな。血まみれのバット。机がある。未使用品ばかり。疲れたなぁ、なんか。え、なに？サバイバルナイフ。ナイフは、もうぐさっとやればいいんじゃない？今確かね、緑のカードキー持っとるけん、ここが開くんかな。あれ？あれ？あ、そっか、死んだけん。あーもう。あ、カードキー赤があったね。じゃ、これでカードキー赤ゲットしたけん、上にあったよね、赤い部屋。そこ行ってみよう。プッ。これで開いたわー。セーブをするわ。カードキー1個開けたらもうセーブをするわ。これ何？なんだろうこれ。シルバーエッグ。シルバーエッグ？何シルバーエッグって。卵。なんで今卵？僕がやるから。何それ？変な独占欲？じゃああれ取ってこよう。緑のカードキー。確か男性トイレのここ。カードキー緑をゲットしたらセーブ。で、このまま2階に行って、緑の部屋も開けちゃおう。できる限り、猿さんが来た時に握れる範囲を決めておこう。で、開ける。開いたわー。開いた。たらセーブとも、あれ私あれ、え、出て、今すぐ出て。セーブしてない、セーブしてない。ああ最悪、変な遊び方してる。うわっ私の人形でめっちゃ遊んでる。ああ最悪、待って来てない、来てないよ。最悪なんですけど、なんちゅう遊びしてんの、あいつも考えられへんわ。
これで、左行ってみる？左行って何があったっけ、この辺。下。よー、早くない？もう最悪よ、こんな現場見てしもて。でも二人おる中の一人しか来んのね。これなんかパッと見ピエロに見えるんやけど、ピエロじゃないんかな。お猿さえもんね、猿夢やもんね。なんか子供って感じがするな。子供が遊びながら殺してる感じ。大ごと。右。上。どこ行こうかな。なんかありましたっけ？もうせっかくしここ入ってやろうかな。あ、狭い！狭い！狭い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 ！どうしようどうしよう。もう最悪なんですけど、本当に粉もないし。行かれへんねんけど。あんま逃げるとこ確保してないんやけど、どこ行って、あっち左は何もなかったよね。右は、何があるお部屋やっけ。あんま覚えてないよな。早いよね、この子。ここどこ？ここどこ？電話あったけど、あそこ行けない。来た。マップが全然わからないけど、今追われたら逆にここ何？ここ何？あかんのかい。あかんのかい。今あの子追いかけてきてなくない？え？あ、積んだ。やばいやばいやばい。いけいけいけ。上行って、電話あったけん。電話あったけん、そこ行こう。言ったら終了やね、多分。どうだ、まだあるな。まだあるわ。カーンって言ったら終了。お、全然カーン言わないか。言わんけどセーブ。これどこ？最初の方のとこかな。結局さっきここの緑んとこ入れんかったよね。あの二人がわんさかわんさかしょったけん。あ、でもここは消火器あるし使えるな、あとあと。なんかあったらここ来よ。空のタンクがある。何もない。使えるものは何もない。ガラクタが入る。何しに来たん、ここ。ここで休んでる場合じゃない。何もなかったね。ただ、あの子らがミコトちゃんをブスブスにしとったわけやってね。ここ、誰の家だろう。ドアが壊れていて開かない。結局、これ何したらいいの？あれ、ここも赤のカード機あるな。何個かあるんか、赤だけでも。え、何あの横の部屋。何かある。牢屋の鍵束？これは見なくても良さそう。取り調べに関する報告書が入ってる。横になんか地位あるな。あっち行ってみようか。こっち。あれ？地位なくなってない？あれ？まるで異空間に閉じ込められてるみたい。あれ？地位なくなってるし、左の部屋見えんくなってんの。下、あ、でもこっちも行けるんか。ヒムロさんおるぞ。あれ、ヒムロさん。え、何してんの？お茶してんの？いやあ、ミコトくん。紹介しよう。彼は、殺人鬼だ。もう最悪なんですけど、連れかよ。うわーん。そうかい、結局夢の中やから、日村さんまで現実じゃないんや。紹介しよう。彼は殺人鬼だ。バカチンめ。とりあえず上に、どこ行ったらいいんやろ。あ、なんかさ、あっちのさ、緑のとこ開いたとこ、いいのあるやんって言ってたもんね。ここ行こう。ここに、あ、二つもある、二つ。行かない、行かない、行かない。違うの、なんか携帯が変な感じになるの。またこれ見ないかんの？裏切りの氷室。やっぱりあっちの緑の部屋行こう。二つもあったもんね。LINE じゃねえわ。何が LINE じゃ。ほんまもう。あれ、緑の部屋過ぎた。最悪。どこ行こうかな、じゃあ。どっかあるかな。ブーン！いえ、いえ。あ、カーンってた。これもしかして消火器の音なんかな、カーンって。終わってない、終わっとるやないか、もう。ヒムロ！裏切りのヒムロ最悪なんやけど。おらんし。ここで寝よったよね。私ここに寝てたはずなのにどうなってるの？ね。
古びた木刀が入っている、氷室さんがいないソファーがある、もう最悪なんですけど、マップが全然わからない、どこか違和感がある、何それ、自動販売機に違和感感じてんの。セーブ。一個ね、部屋に入るごとにもこれはセーブせないか。湯飲み茶碗がある、休んでる場合じゃないよね。仮眠用のベッドがある、誰か眠っていたのかしら、何かある、机の鍵どこの、ここもなんか緑のカードキーが差し込めるので、一回ピッてして開いたわにします。開いたわ、開いたわしたら一回セーブで入る。おる、あ、ほらほら、様々な事件ファイルは並んでいる。この辺なんかあるのかな。あそこ机あるけど、机はギザギザに刻まれている。何そんなことすんの。嘘やろ、びっくりした、何こいつ嫌いもう最悪な、何その出方、もう最悪や、もうどこ行こう次どこ行ったらいいのやろ、あ、いっかん。基本的にもう左タップはせん方がいい気がするな、画面が変な感じになってしまう。とかできるとこあったっけ。あ、違う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 、ここ、うん、あ、あ、違う違う違う、なんか、なんか、OK、ほら、あっち行け、一回で割れ、一回で割れ、続いてるよ、続いてるよ、いや、ほら、いけるかな、こっから行けたらいいけど、何回やり直したかもわかんない、なんならね、これ、今回からね、これ別日収録ですね。どうしよう、別日まで持ってきてしまったけど、いけるやろうか。前日はね、もう無理やと判断したので後日撮っております。ここの猿夢逃げるとこからね、ここどこなんでしょう、ここどこなんでしょうか。別日にしたところでできんもんはできんねん、やろうやろう、今日も頑張りましょうね。もうこれラストにしよう、これラストにして、もしできんかったらできんかったで、ここの部屋はやったらあかんってことや、気づいた、ここはやらんでいいや、別にここに何かがあるってわけではないから、全然次のとこ行こう。別日収録とかしてしまったけど、もういい、諦める、諦めることも大事、行こう行こう行こう、諦めた、でもあえてここは行かないもん。何しよったっけ。結構カードキーが緑赤ってあるから、で牢屋の鍵束どこ行ったらいいのやろ、まあいろいろ探してみよう。ここ何のお部屋やろ、来たっけ、今からそっちに行くぜ。ええどっから、えいっぱいなんかパソコン解いてるよ、死って書いてない、えな、最低最低最低エクセル最低エクセルちょっと待って、結局来るんやんか、ちょっと待って、やだ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 よ、諦めたのに、もうやだよ。いけない、ぐる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 、何か引っかかってる、もう少しで開きそうなんだけど、ドライバーとか使われへん、ほら、あ、みことちゃん結構強くない、何かある、金か、これあの猿弓に渡してさ、もうこれで許してくださいって言おうや、金貨ありますって、虫の死骸が入ってる、最低、この本中身が全部真っ白ね、まあ机の中にさ給食の残りのパンとか入れるのはなんとなくわかるで、虫の死骸は入れたりか、引き出しの中に小銭が散らばっている事件のファイルかしら、ここでもこれぐらいか、金貨があるぐらい、あれちゃうか、自販機、自販機でなんか買えるんちゃう、アイテム的なもん、これにどこか違和感がある、入れちゃえ、あ、入った入った、何これ、ブロンズエッグ、え、シルバーエッグブロンズエッグ言われても知らんで、ん、鍵がかかってる、じゃあここで机の鍵を使う、
え、何の音？何かある。あ、カードキー青。カードキー青を見つけたら一回セーブして、どうしたの？一回寝た方がさ、もう一回夢が覚めるってことあるんちゃいますの？あ、こっち来てないか。え、来たか。曖昧やぞ。逃げたら殺す。不安。逃げたら殺す。カードの差し、これ赤か。いや、赤をこれとりあえず使っ、ん？何色これ。最終的にここ来るって感じか？あ、ここも階段ねんな。階段で、ここは？紐でぐるぐる結びつけられてる。これじゃ開けられない。ここは？鍵がかかってる。この辺ってさ、牢屋の鍵束使われへん。あ、開いた？え、ここ牢屋？あ、セーブ。一回セーブして、バケツが放置されている。何もない。ベッドがある。これ牢屋？どっかおるぞ、多分。鍵がかかっているやから、ここでもう牢屋の鍵束を使って、開いたわ。でもここ怪しいからセーブをするわ。で、入ってみよう。ああ、でも、なんもないな。うわ、おるんかーい！待ってーやだよ、おるんかーい！おると思ったんや。逃げろ、逃げろ、逃げろ。おるー。別日なったけど全然、上半分。怖っ。あ、ゴミ箱、ゴミ箱、ゴミ箱、これ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 、ラッキーラッキー。オッケー。ユーユーシュー。こうなんかいっぱいあったやろ。本が置いてある。異臭がする。ここを開けない方がいいわね。もういないよね。え、これだけ？あ、これで、スパイダーナイフで切ってしまって開く。これでよし。まあ一回切ったらセーブ。入る。あ、なんかいろいろありそうやな。特に気になるところはない。特に気になるところはない。綺麗な花。こんな状況でなければ未解決事件の資料が並んでいる。未解決事件の資料が並んでいる。こんなにたくさん書いてそんなに頻繁に起きてるな。え、なんもないねんけど。今から、そっちに、行くぜ。で、左から、し。はい、二つ目、し。はい、そして三つ目、し。で、四つ目、し。どっか出てくるか、あ、どっか出てくるけん。こう行く、こう行く、下行く。さっきの牢屋行こう、さっきの牢屋、さっきの牢屋の方行って。上。あ、どうしよう。どうしよう。どうしよう。あ、どうしよう。あ、どうしよう。イエーイ。なんかね、今まで、なんかね、怖いものって何がありますかって結構聞かれるんですけど、私ね、その度にサルウメが一番怖いですって言ってきたの。今まで聞いた都市伝説とかね、その中でも一番群を抜いてサルウメが怖いって思ったけど、それはやっぱり間違いなかったようです。サルウメが一番ね、しつこい。開いたわ。開いたからセーブだわ。入る。あ、ゴールドエーグ、ゴールドエーグ見つけた。わお、嘘やろ、嘘やろ、嘘やろ。ほら、なんか音楽が止まらんってことは多分ね、まだあるよね。止まるんかーい。なんなん、もう。おるぞー。あ、もうない、もうない、もうない。しようと思ったのに。
え、なに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 なクーラーつけてたクーラーつけてたら来たよ終われ終われ止まれ音楽止まれ止まれ止まれ音楽止まれ湯飲みお茶はい選ばれたのはあやたかでしたまだここまだあったよねパソコンはい富士通終わった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 長いってくる来たよね来たよねさあ来たよね来たよね来たよねやっぱりここクリアせんといかんみたいさっきねちらっと攻略サイト見てきたもうどうしようもなかったっけここ攻略せんことにはどうにもならんらしいわあっちあっちあっちいす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 い長かった。でもね、あそこの資料室っぽいところのピエロさんさえ倒せば先に進めるらしい。っていうのを攻略サイトで見ました。隠しません。攻略サイトで見た。何やこれ。どこからでも襲ってくるね。こんなんするドラちゃんぐらいと思ってましたわ。ここ。地下の監視室。机の裏側。隠された通路。何のことだろう。覚えとこ。地下の監視室。牢屋とかがあった場所まで向かいます。そこまではね、攻略サイトで見れたんよね。それを見た結果、どうなるかを見に行きましょう。結局、猿夢やけんさ、ここの警察署だけでは終わらん気がするんよね。電車とか、あの辺に戻らんといかん気がするけん。いつまで続くんでしょうか、これ。これで地下に来たので、セーブをしておいて、ここですね。ここに入って、ここら辺。ここ見たら、何の音？隠し通路が見つかったからセーブ。隠し通路が見つかったら一回セーブをするっていう決まりがあります。何これ？え、キモ。何これ？気味が悪い。何これ？何？あ、焼く子。442444。開いたからセーブだね。これで何かある。硫酸の入った瓶。硫酸の入った瓶。あのピエロに振りかける？オラーって。それもありやと思いますよ。この緑の子に硫酸の入った瓶。生き物じゃないよね。ふわーんって言ったけど、みことちゃん。硫酸をかけたらセーブって決まっとんやで。金色の紋章が、ここゴールドエッグ。ゴールドエッグ。銀色。ここシルバーエッグ。シルバーエッグ。で、ここブロンズエッグ。で、何ブーンって。何これ。みことちゃん動かへん。あ、動いた。何か入ってる。カードキー白。カードキー白を見つけたらセーブだよ、ミクロちゃん。忘れてたやろ、今。今何周目やろ、このセーブ。これで非常口いけるんかな、もしかして。なんかミクロちゃんも、裏口から出なきゃ、みたいなこと言ってたんよね。表の扉の方に、ずっとあいつおるけん。ここで、白のカードキーを使って、開いたわ。これで出られる。これで出られるってなったからセーブをして、出られる。出た？今夢の中より一応、出たってどこに出る？あ、ちゃんとした警察署におるんかな、もしかして。氷室さん！氷室さん！
あ、俺っち。え、ノクトちゃん起きてる？よう、遅くまでお勤め、ご苦労さん。お前か。そう考えたらさ、ほんまに氷室さん役立たずすぎんの。最悪なんですけど。調べ物のついでに、コンビニ寄ってきたぜ。ほらよ、差し入れだ。優しい。ふ、悪いな。何好きなんやろ、氷室さん。チョコ、あーん、パンとか食べるんかな。みことちゃんの様子はどうだ？見ての通り、ぐっすり眠ってる。さっきまで寝つけなかったみたいだが、ひとまず一時休戦といったところだ。役立たず！ポンコツか、お前。そいつはよかった。お前の方はどうだ？あれから何か進展あったか？あー、7割ってとこだな。翔太の言う通り、どうやら今回はとんでもねえ怪異が関わってるみたいだぜ。ほう。ぜひ聞かせてもらいたいもんだ。ん？おい、ひとし。どうした？あ、気づいたんちゃう？あ、みことちゃんの様子が変だ。なんか言えよ、氷室。今内心めっちゃ焦ってんねやろな。ほんまに？え、嘘やね？え、ほんまに？最悪なんですけど、電車来たんですけど、あれ？警察署にいたはずなのに、戻ってきてる。みことちゃん、こういう時はね、セーブなんだよ。え、止まれ。これ行くしかないよね。行ける？あれ、歩かれへんぞ。あれ？しぶといですね。早く死んでください。なんでそんなこと言う？また、あの声、タラちゃんやろ？私がこの世界の中で死んだら、きっと向こうの世界では、心臓麻痺かなんかで死んじゃうんだと思う。それほどまでにリアルで、痛みも実感もある、この世界。向こうの世界では心臓麻痺でも、こっちの世界じゃひき肉だよ。やだね、自分の死因ひき肉ってやだな。まあ、外の世界ではひき肉とはされんけどな。この辺全然調べれてないよね、おそらく。前になんか電車来た時は結局ずっとまっすぐ行った気がする。今回も調べれるもんなさそうやけん、とりあえずまっすぐ行きまーす。どうすんやろ？この地位とか関係あんのかな？何も調べれんのよね。しかも量長いやろ、これ。あ、おるぞ。何してんの、あいつ。こっち見な、こっち見な、こっち見な。タラー！タラオー！タラオー！いけ！やん！よく避けたね。よ、なんかそこ乗ってない？いい加減に。してよ。なんか、みことちゃん、なんか、たくましになったな。なんか落ちてんの、あれ何？拾いたいけど、絶対拾ったら、黄色。何これ？急に明るくなって。黄色。黄色。何？なんか電球の色変えた？なんか最近あるらしいもんね、電球の色変わるやつって。生えないか？生えないか？生えないか？ずる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 。もうやだ、やだやだ。でもね、電車はね、まだまっすぐやけんいいわ。何してんの、あいつ。タラちゃん、しつこいて。タラはなんか血こんなやったっけ。前までさ、暗かったっけ、そんなに気づかへんかったけど、めちゃくちゃもうやらかしてない。え、何？動かれへん。え、あ、あ、あ、はあ、はあ、みことちゃん？何した？人殺し、人殺し。それは、こっちのセリフよ。え、みことちゃん、強なったね。シュンって避けて、バンって押すことができる子になったんだね。それいつもしてくれたらありがたいな。リラックマの時とか、くねくねの時とかもしてくれたらありがたかったな。ダメだ。全く起きる気配がない。一体どうなってんだ？こんなに苦しそうにしてるってのによ。ただの疲労ってわけじゃないだろ。まさか、またしても怪異が。怪異？さっき会ったばっかりじゃねえか。こんなに連続して続くもんなのかよ。そうだよね。正直リラックマがあって、その後くねくねがあって、くねくね後のここやろ。忙しいって。可能性は否定できない。今のところ原因は不明だしな。
マジかよ。とにかく病院にでも連れて行こうぜ。たとえ原因が怪異だとしても何もしないよりはマシだ。病院でどうにかなるんこれ。バンって電気ショックで起こしてもらう？無意味だな。お、一番役に立ちそうな人来たぞ。そんなことをしても根本的な解決にはならん。そうだとしてもよ、お前もわかってるはずだ。怪異に対して現代医学はあまりにも無力だぞ。なんかゴニョゴニョゴニョってなったよ今。ひとし、彼女に何か変わったことはなかったか？うん、なんかアメトークが見たいでずっと言ってた。変わったこと？何でもいい。些細なことでも構わん。そういえば、眠れないとか言ってたな。眠れない？ああ、それも立て続けにな。だからこうして俺のいる客室で寝かせたわけだが、でも年頃の女の子やったら眠れないってことよくあるんちゃう？動画とかさ、TikTok とか見て、ああもう朝になってたってことあるんちゃう？人は睡眠状態になると無防備になる。無防備な状態とは、股間のすべての機能が低下し、敵に襲われる危険性もあるということだ。単純な例として、金縛りが挙げられる。これは近年、科学的に解明されたと言われているが、実のところまだ分かっていない部分が多々ある。つまり、みことちゃんは今、寝込みを襲われてるってことかよ。言い方がなぁ、ちょっとスケビな感じになってしまうんだよな。おそらくね、怪異ってやつはいついかなる時でも手段を選ばず襲ってくる。それに、闇や夜は怪異の領域、いわば特権だ。一度その世界に引きずり込まれれば、そこから抜け出すのは不可能に近い。だが、強氏の言う通り、何もしないわけにはいかない。その通りだぜ。俺たちができる限りのことをするべきだ。やれやれ。手遅れじゃなきゃいいんだがな。手遅れです。みことちゃん、人一人突き飛ばしました。セブは？あー、セブは？ドゥーンじゃなくて。あ、タラちゃんです。ピンポンパンポン。人身事故が発生しました。緊急停止させていただきます。いつになったら冷めるんだろう。ね、でもセーブはできるんだよ、ミカトちゃん。あれ？行かれ？あれ？外？